天閣行く。通天閣は降りてるのありゃ。ステルトあれ何年か経ってサビたら降りるかもしれないけど、はるかさっき途中で降りるわ。500m 先警察署です。10年も経たんと降りる。ほらはるか過ぎてた。めっちゃでかい。降りる。俺ってなあっちのな、あこのあこのヘリポートの方に倒れてドミノ倒しみたいになってうわーってなって被害が出る。よかったよかった。お金払っても値打ちあるわ。
建築士とさ、中の建築するやつとさ、あの足場建築するやつって分かれてんやろ。分かれてる。足場は足場屋さんが。あれは怖いよ。一回足場登ったけどな。俺もちょっと高いところ登ったよ。足場登ったけど、そんなんや。出来上がってる足場でも怖いのに、あのないとこ立っていくねんで。ありえん。あれやろ、鉄鋼のところな。あれみたいですね。うん。だから鉄の上、這い上がっていくねん。よじ登るねん。あれじゃないからの、マンションこうやって登っていく。クレイジークライマー。何なんかやったな。窓拭きのおっちゃんがな、下に置いていって、ああ、落ちた。何話じゃなくて、あれ何話じゃあ、何話って書いてあるわ。もしかしたら目に見えるものが全てじゃないから、何話かもしれない。何話系それ、万話系だわ。どうしたボケやったボケって自分で突っ込むね。いや、ここ曲がったらよかったかな。こう曲がって、真実があるかもなんて。うわっ、あれや、もう来い。新しい今あれのゲームあったやろ。めっちゃしんどかったわ。あ、行き過ぎた。今のとこやった。一瞬マリオに見えるな、見た目してた。ほら、オーバーオールに見えるやかも。曲がるとこ間違えたよ、どうしよう。あんな真っ赤で頭に浮かぶと圧ないんかな。どうしよう、ここは曲がれない。ちょっともう一回回ろう。もう一回曲がろう。もう一回曲がろう。メイドカフェ、メイドカフェレストラン、メイド喫茶ない。行ってな、入ろう思ったらな、声かけてくれへんからね。下の方が気の高いしか見えへんだ。ここかな。ここじゃないな、もう一個向こうやな。もう一個向こう入れるかな。もしかしたら一通かな。ここだ。パソコン工房。ここいつも駐車場止めるに。着いたよ。よいしょ。よいしょ。よっ。はい、着きました。では、日本橋行ってきます。